皆さんこんにちは。ご紹介いただきました三山でございます。一言ご挨拶申し上げます。留学といいますとですね、日本という国は明治維新以降、優れた人々は特に当初は欧州に送りまして、欧州の進んだ技術を導入したわけですね。で、戦後はアメリカが主題になりまして、多くの方が留学されました。つい最近までは留学の意味というと、遅れている日本に進んだ先進欧米諸国のいろいろな技術やノウハウを取り入れるために学ぶという印象が強かったように思います。私は医学部を出て医師免許をもらったのは1973年なんですけども、臨床3年やった後、思うところありまして、ちょっとだけ基礎に行ったんですけども、まあ、それが引っかかってしまいまして、とうとう基礎医学者で間もなく定年というところまで来ておりますが、個人的に私は1981年にボストンのハーバード大学に留学しました。今もう30年近く前になるんですけども、今振り返ってみまして、この2年弱でったんですけども、私の人生において大変素晴らしい期間であった。いろんな意味で私は多くのものを身につけた。もちろん30年前、当時は私は主に技術的にはモノクロナル抗体を作ったんですけども、日本に帰ってきましたらモノクロナル抗体をちゃんと作れる人はまだほとんどいないという状態でありまして、技術的な指導をいっぱいいたしましたけども、そういうことよりもですね、私はやっぱり留学の意味というのは、日本は先進国の一つでありますし、国際交流も盛んでありますけども、やっぱり何か民族的にはこう鎖国状態にあるという気がいたします。で、米国に限らずいろんな国に行きますと、その国のアイデンティティを感じる研究、このリサーチでありましても、リサーチのプロトコルの立て方、ものの考え方、結果の解釈の仕方、非常に民族性がありますね。どれがベストとは私は申し上げませんけども、多くの若い方がですね、そういうちょっと違うところ、異文化といいましょうか、研究においてもいわゆるテクニックは一緒であっても、ものの捉え方が違うという、そういうカルチャーに根ざしたリサーチというのをやっぱり感じるということは、幅広い人間性、それから幅広い研究のスタンスに私は大変、これは私はまあ基礎なので基礎的な感覚で申し上げますけども、得るところが大きいと思いますね。特にこの医学医療交流財団というのは、特にリサーチもでしょうけども、やっぱりメディカルプラクティスの面での交流を目指しておられると思いますけれども、大変いいことは、私が留学しました30年ぐらい前は、なんとなく研究者もしくは将来教授になるかもしれないような人間は博士号を取り、当然のように留学して箔をつけるというイメージがまだございました。しかしそういう時代ではもうなくなりまして、外国に行くのは非常に誰でもすぐに行ける、大してお金もかからないという時代になってまいりました。私がボストンにおりました頃は1ドル290円でありまして、マクドナルドのハンバーガー屋に家族5人で行きますとベラボーに高いなと思ったんですけども、今は1ドル90円でしょうかまあそういう時代になってまいりましたね。ですから若い方がですね、あまりに多くを望むと評価がネガティブになる面があるやもしれませんけれども、とにかく異なったところに飛び込んで自分の幅を広げる、英語は上手くなるかもしれない、そういうことよりもですね、自分に何か新しい自分を見出すという意味で、私は米国に限らず異なった文化、異なったランゲージのところに飛び込んで、そこで何か得るものは得る、そして自分を広げる、そしてその自分が広がった自分がまた日本に戻ってきてですね、新しい分野を開拓するリーダーになっていただきたいというふうに思います。今日は今私の個人的な感覚では、昔ほどは留学に興味を示さないようになってきているような気が少ししていたんですけども、思った以上にたくさんの若い方が、せっかくの土曜日なのに、ご参加いただいておりまして、まだ捨てたもんじゃないなという気がしております。ぜひ今日はいろいろな話をお聞きになりましてですね、そういうことにどんどんチャレンジしていただけたらというふうに思います。これをもちましてご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。